26日はアウェー大阪長居スタジアムでセレッソ大阪と対戦しました。最下位のセレッソは大久保、七海と戦力を補強。昨シーズン最後まで優勝争いをした意地を見せたいところです。一方のレッズはワシントンが警告の累積で出場停止。3月の対戦では3対0でレッズが快勝しています。レッズはワシントン選手が出場停止のため田中達也選手のワントップ、トップ下に小野選手と永井選手が入りました。一方セレッソは大久保選手がスタメン出場、七海選手はベンチスタートとなりました。
20節セレッソ戦は堀之内選手、永井選手がゴールを挙げ、後半1点差に追いつかれたものの逃げ切りました。そうですね、オーバーラップしたところにボールが来て、まあ、その流れで残ってた感じだったんですか。前半含めていい試合できてたんですけど、まあ、相手が1人少なくなって、まあ、そこから逆に、まあ、ペースを自分たちで乱したというか、まあ、ちょっとリズム崩れて苦しい展開になってしまったんで、本当にこれは反省しないと今後こういうこともありますし、次に続かないんで、みんな言ってますけど反省しなきゃいけないなと思います。うまく信じとうまく、ワンツーをうまく組み合ったんですけど、まあ、それがやっぱり得点につながったというのはすごい良かったし、やっぱりこうペナルティーエリアの、ね、近くでああいうプレーをどんどんするというのはやっぱり相手がすごい嫌がるので、まあ、良かったなと思うし、うまく、ね、入ってくれて良かったと思うし、まあ、あれがそれだけ頑張ってで、ね、ホリューあそこに、ね、いるってことがまたすごいことで、勝ち点3取ったっていうのは、まあ、目標通りだったと思いますが、まあ、1人退場してからね、まあ、少し相手に合わせるような形になってしまったし、まあ、本当にどっちが数的に、ね、有利かっていうのが分からないぐらい本当に向こうに回されたシーンっていうのが、ね、まあ、時間帯多かったんじゃないかなと思います。そうですね、まあ、1人多い分もう少しボールに対してプレッシャーというものをかけるべきだったと思いますけど、まあ、それがうまくできなかったというのが、まあ、今日のうまくできボールを、ね、回されながら1人多い中で、ね、相手にちょっと自由にさせてしまったことなのかなと思いますけど。そうですね、もうちょっと前半点取れる場面があったんで、まあ、そういうところでもうちょっと点決めないと、まあ、やって苦しくなるんで、まあ、今日も、まあ、ディフェンス陣がよく頑張ってくれたと思います。まあ、勝ち点3以上のものはないと思いますし、勝ち点3取ったことは良かったことだと思いますけど、他にもまあ結構チャンスはあったんですけど、それを決められなかったのがまあ問題だと思いますけど、はい、1人多くなった状況 で2点目入って、もうみんなの中に油断が出て気持ちの問題で、もう全体として足が止まってしまったということですね。もう一人一人の意識の欠如だと思います。34試合の中の1試合にはこういうこともあるって言っちゃったら進歩はないですから、もうこういう試合はこの先やっちゃいけないと思います。こういう試合やったら優勝できない。